こんにちは。杏林大学ボランティア部です。ボランティア活動では大学の勉強だけでは知り得ない知識を得たり、普段することのできない体験をすることができます。それではボランティア部の主な活動を紹介します。ボランティア部の活動の主体となっているのが小児科ボランティアです。この活動は杏林大学医学部附属病院で毎週日曜日に行っています。活動内容は小児科病棟に入院している子どもたちとお話をしたり、おもちゃを使って遊んだり、折り紙や塗り絵を楽しむことです。活動する日を部員の皆さんからアンケートを取り、皆さんの都合のつく日に1日2名から3名で行うので、バイトや休みの日の予定も入れやすく、活動しやすいシステムになっています。特に子ども好きな人は楽しみながらボランティアが行えるのでおすすめです。小児科ボランティアの他に光の家という施設で行われる夏祭りやバザーのお手伝い、高尾山の清掃なども行っています。これらの活動は不定期で、光の家のボランティアは年に 2,3 回程度、高尾山清掃は年に1回、夏に行っています。多くの部員が集まり一緒に行うボランティアなので、多学科の人たちと親交を深めることのできる機会にもなっています。私たちと一緒にボランティア活動をしませんか？皆さんの入部をお待ちしています。